決して手を触れさせはしません。ご加護。あなた様は、それにこのまがまがしい者たちは一体。いにしえよりはびこりし魔性の者たちなり。もしやこの声は。古来より我が力で封じてきたが、人の世の乱れにより封が緩む。再び世に湧き出しもない。なれば今一度そのお力で。すべては人の世の乱れが呼び寄せし、世の乱れある限り我が風の力は及ばぬ。ですが魔物がこの世を乱していれば、いつまでたっても乱世は終わりませぬ。もはや人の力だけで収めることなど。なればこそ我が使いをそこへと使わす者に。我が使いを導き、魔の動きを阻め、この乱世を治めんとする人の力を守るべし。それがこの社に仕えし者が使命。何時が人の時、我が預かる使命、果たされし時まで。あちらのようです。急ぎましょう。織田今川両家が激しく対立を続ける三河の地、力を取る三河松平家は両家の狭間で翻弄されていた。松平家嫡男竹千代は人質として今川家へ向かう途中、尾張守護代織田信秀により捕らわれの身となっていた。だが織田今川の間で成立した人質交換交渉により、再び今川家のもとへその身を預けるべく、竹千代は今川家の領地たる駿河へと向かう途上にあった。マムシと恐れられた教友斎藤道三とその嫡男義達、実の肉親同士の骨肉の争いに揺れる美濃の地、その醜い乱れに引き寄せられたかのごとく、隠居した道三の屋敷へと魔物の群れが姿を現していた。この機に乗じ実府の排除を画策、各所への手回しにより道三への救援を断たんとする斎藤義達。その中で九州の危機を救わんとする宿将明智光秀は、義達の意に背きわずかな手勢を率いて道三の屋敷へと向かっていた。
さては魔物の一味か。お待ちください。私たちはその魔性を退けるべく使わされたものです。失礼いたしました。ならば私と共に鷲山へ、我が主君をお助けください。もとより私たちもそちらへ向かう途中です。ありがとうございます。では私の後に。京への上洛を発し、大軍をもって尾張へと迫る駿河の名門今川義元。織田家最大の危機を前に、家兵を率い無謀とも思える奇襲を仕掛ける若き当主織田信長。両家の命運が今まさに激突せんとする桶狭間の地にあって、その命運を左右したのは全く異質の存在であった。かような形で我が望みかなおうとはな。世の乱れ不可面として現れるか。誰もが予期した義元の上洛がついえたとなれば、この乱世は行く。確かに読めなくない。もっともわしにとってはその方が好都合だが。殿、いかがなされました？見よ、何でもない。見よ、今川が試算した今、次に狙われるは我らぞ。そもそも我ら己が命運を消すべく命を賭してこの地へと参じた。わしにその命預けよう。難なるところ魔物は、そして魔物現れしとこの操り。北信濃の覇権をめぐり衝突する甲斐武田氏と越後上杉氏。八幡原における四度目の合戦では、双方数千余りの死者を数える壮絶な痛み分けを演じることとなった。後世に川中島の戦いと名高い、この激闘の余韻も冷めやらぬまま、五度北信濃を望み軍備を進める武田信玄。一方でこの動きを察知した上杉謙信もまた、宿敵との決着をつけるべく川中島へと駒を進めていた。ん？いかがなされました、親方様。はい、親方様、お下がりくだされ。毘沙門天が構う我が元に恐れず突き進め。まがまがしいまでの勝機。やはり武田と上杉の争いに引き寄せられて参りましょう。それを退けるのが私たちの使命。かつての栄華も今は昔、荒廃を極める京の都。戦国の乱世に蹂躙されるこの地にあって、失墜した幕府の意向を盛り立てんとする将軍足利義輝。京へと姿を現した魔物を相手に奮闘する義輝の傍らには、かつて美濃で魔物と相まみえた一人の武将の姿もあった。
魔物の力、これほどに強大とこのようなところでまたお会いできるとは。今川家に組み敷かれる立場にあった三河松平家だが、桶狭間での今川義元の死を発端として、ついに独立の道を歩み出すこととなった。幼少の頃、今川への人質として置かれていた竹千代も、松平家当主元康として武田今川の二大強国を抑えつつ、悲願たる三河統一を成し遂げていた。徳川家康と生命を改め、今また両国を脅かす新たな障壁、魔物との戦いに奔走を続けていた。越前朝倉義景討伐を掲げ軍を発した織田信長、その野望は自身の義弟浅井長政離反の方により瓦解する。攻撃される形となり、絶体絶命の危機に陥る織田軍。信長必死の退却を成功させるべく、米軍を率いて奮戦する木下藤吉郎、その眼前に新たなる敵が迫りつつあった。満を持して上洛への大軍を発した武田信玄、その絶対的な力は三方ヶ原にて徳川軍を大敗せしめる。刻一刻と迫る織田信長との全面衝突、それを目前に武田軍は突如信濃への帰還を開始する。突然の病魔と戦いつつ帰路を急ぐ信玄、それを助ける実子勝頼の指揮のもと、信州伊那駒場へ差し掛かる武田軍を待ち受けていたのは、大地を埋め尽くさんばかりの魔物の大軍であった。無駄とこの首をくれてやる気はないわ。おのれ、新手か、これまでか。あやつら、父信玄の後を受け、武田の旗印のもと関東を拡大していく武田勝頼、戦国最強と謳われたその騎馬軍団も、織田徳川連合軍の鉄砲隊を前に長篠の地にてもろくも崩れ去っていく。多くの将兵を失った勝頼は、わずかな手勢を率いて信濃へ敗走を続けていた。
今一度戦じゃ。今こそ我らの力見せつけよ。宿敵たる信玄死後、その軍勢を北へと転じた上杉謙信は北陸能登を制圧すべく進攻を開始する。連戦を重ね、能登統一を目前にした上杉軍。その一方で、能登の戦乱に引き寄せられるがごとく現れる魔性の者たち。拠点たる七尾城より孤立させられた謙信、その眼前はうごめく魔物の群れにより埋め尽くされていた。軍神上杉謙信亡き後、その跡目をめぐって壮絶な争いを繰り広げる上杉景勝景虎。拡大する内乱に引き寄せられるかのように、越後領内をうごめく魔性の者たち。一方、北条氏政の実弟たる景虎を支援すべく、自身氏政の妹をめとっていた武田勝頼は軍を発し、今しも信濃と越後の国境へと差し掛かろうとしていた。長きにわたり繰り広げられた織田信長と本願寺の激闘は、和睦によりその幕を閉じた。明け渡しに応じた本願寺賢女の退去により、無人と化した石山本願寺へ入山する包囲軍司令佐久間信盛。そこには今や織田信長の信任厚い明智光秀の姿もあった。信盛殿のおかげでいらぬ手間が省けました。殿の恩師を楽しみにお待ちください。どう、そんな余裕はないかもしれませんが、魔物現れしと諏訪の伝えやはり来られました。上杉景勝との講和により、上杉家中の跡目争いを収めんとする武田勝頼の願いも虚しく、見立ての乱は景勝の勝利という皮肉な結果に終わる。上杉景虎の死により、北条との断交に至った武田家に追い打ちをかけるように、圧倒的な兵力をもって侵攻を開始する織田徳川連合軍。その猛攻の前に、今や武田家は風前の灯火であった。魔性の者たちの動き、まるで織田の軍勢に利するよ。まさか織田家中に魔物を刺激する者が、あるいは信長様自身。急ぎましょう。
武田家を滅ぼし東国の憂いを払拭した織田信長、中国地方の雄毛利家と私有を決するべく本格的な西国遠征に向け軍の編成を推し進めていた。その陣中には自身の疑惑を確かめるべく信長のもとを訪れた巫女の姿もあった。まさか織田家中に魔物を刺激する者が、あるいは信長様自身が。急ぎましょう。ついにその秘めたる本性をあらわにした明智光秀、その魔の手は本能寺に入った織田信長へと向けられた。炎に包まれた本能寺にて自刃して果てる信長、天下取りの野望をむき出す光秀に対し主君討たれるの方を受け中国大返しで毛利攻めの軍を返した羽柴秀吉は光秀と決戦すべく山崎の地を目指していた。光秀様、魔性の者を刺激していようと。魔性の者たちの正気、かように人の心をも惑わす。この先も魔物を刺激する者が現れれば、世の乱れ、人の手でますます広げられることに。そうならぬためにも、打ち果たさねば、光秀。織田信長によって築かれた安土城も今や光秀に刺激される魔物の力に守られた魔城へと変貌していた。うごめく正気に包まれたこの地にあって魔物を刺激する者、それを打ち果たさんとする者が相対し、最後の戦いが始まろうとしていた。参りましょう。使命を果たし、ここで全てを終わらせるため。これで私たちの使命は終わりました。あなた様、これから汝が働き、しかと見届けた。魔性の者は再び滅せられ、ここに汝が使命も果たされた。人の世の戦、未だ続いております。いつか魔性の者たちが再び現れるのでは。世の行く末、我にも見通すことかなわぬ。人の争い、治めるもまた人の手によるもの。なすべきことを果たした今、
子としてまた歩むがよい。汝が人の時、再び汝のもとへ。